それでは半になりましたので、最後のコーナー始めたいと思います。で、サメの先生方、どうもありがとうございました。皆様方、本当にどうもありがとうございました。いくつかご質問を頂戴してございますので、そのご質問の中からいくつか、ここで読み上げさせていただきまして、先生方からお答えを、そんな風に進めていきたいと思います。それではですね、例えば、これはご意見でいただいてございますですね。今回レジリエンス強靭さが日本列島を考えるということでございましたですけれども、レジリエンスを、今後の日本国並び日本人のキーワードにすべく挙国一致して推し進める必要があると思います。質問というよりもご提案でありますということで、まさにこういうふうに思っていただけたというのは主催者としてありがたいなと思うところです。先生のご提案じゃなくて、やらせじゃないですか。いやいや、一大運動にされてはいかがでしょうかということで、ぜひそういうふうにしたいなというのが今回の東京で行わせていただいた京都大学が京都から東京に出てきてやらせていただいた一つの大きなところじゃないか。ちなみに私ではございます。それではご質問をお願いしたい、させていただきたいと思いますけれども、ですね、佐伯先生にご質問でございまして、これはレジリエンスといいましょうか、その技術とレジリエンスの関係について、補足いただければというご趣旨じゃないかなと思うんですが、ほとんどの技術は目の前にある生命を救ったりする目的から始まっているのではないかなと思われました。現在それが行き詰まっていることが事実だとして、我々日本人が、成長を止めることを選択した場合、これは止めることが可能かどうか、あるいはこのチキンレースから降りるためにどうしたらいいかとかですね、その何て言うんでしょうか、この日本人のこの成長の問題と、それから技術の問題というところの非常に本質的なところを我々文明社会背負っているというご指摘でございましたですけれども、それについてどういうふうに対応していくといいのかというところについて一言お答えいただけるとありがたいなと思います。ですね、直接の、ね、答えになるかどうかちょっとあれなんですけれども、僕がずっと気になったのはやはり成長路線を続けるかどうか、特に技術革新を次から次へやっていって成長路線を続けることに意味があるかないかっていうのはずっと気になってるんです。で、先ほど中野さんも藤井さんもやっぱり GDP を高めることがどうしても必要だと。で、成長とはおっしゃらなかったですけれども、ある程度その経済のことを考えなきゃいけない。で、強靭性を作ることがむしろ経済もGDP も高めるだろうし、逆に GDP を高めれば強靭性が可能になるっていうような議論をされていて、でちょっとね、そこは僕自身ももう一つよくわからないんです。で、私が言いたいのはですね、もし強靭性というものを一つの価値にして、我々が非常に大きな災害やら何やら大きなリスク、アンサーテインって言ってますかね、危機クライシスがやってきた場合に、それでも我々の、国民的な財産を守り、その生存を守り、それでコミュニティを守っていく、でそのことがもし大事なら、そのことはそのことで一つの価値として定立すべきで、でそれが GDP であるとか成長とかっていう話とは僕はやっぱり切り離した方がいいという気がするんです。で、その結果として成長すればいい、したらいいけれども、その結果として成長しなければそれはやむを得ない。で、ただ成長しなければ、先ほど中野さんも藤井さんもおっしゃってて、実際にだけどその防波堤も作れないし、で立派な建物も作れないし、で道路も作れないし、そのリダンダンシーそのものが確保できないという話はそれ来るかもしれないですね。で、その場合には僕は最終的にはやはりその人間というもの、あり一つの社会というものを救うのはやっぱり精神的なものだと思います。精神的な価値しかないと思います。だからそれだけの覚悟と精神的に守るべきものを我々は、精神的なものとしてまず確保することが必要である。で、最終的にもしかしたらそこまで来るかもしれないという気がするんです。だからその成長というものについて言えば、リダンシーの話、そういう強靭性というものと経済の話は、私はそのストレートにつながっているものではないというふうに思います。
ですね。だからそれはもちろん藤井さんや中田さんのご意見も聞きたい気もするんですよね。それとね、まあもう一つはね、もうちょっと精神的なことで言うと、やっぱりこれ余裕だ、いろんな意味での余裕というか遊びだと思います。この数年間の、あるいはこの十数年間の日本の構造改革やら市場競争原理主義というのは、本当になんか人間から余裕をなくしたというか、社会から遊びというものをなくし、人間から精神の余裕をなくしてしまった。これがどん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 そういう方向に向かってますよね、今。何か我々もうちょっと今、リダンタンシーとか強靭性とかということで言えば、社会の中になんかもっと無駄な遊びの要素を作らないとだし、特にそれは精神的にもそうだという気がしますね。ちょっとそんなふうな。はい、どうもありがとうございます。成長それ自体、例えば GDP それ自体というのが目的であるかのようになったときに、ある種の問題が出てきてくるはずで、多分それについての批判は昭和の時代とか、GDP クソくらいとかですか、くたばれ GNP ですね、すみません、GNP、あの時 GNP ですね、くたばれ GNP ですか、そういう、まあ、言説になってあったところ、確かにそこに一二があるとすると、それ自体を目的とするような人間の浅ましさのようなものがあるというところは留保しておくとしてもですね、やはり背に腹は変えられないという意味での GNP、GDP の発展というのが必要であるというところさえきちんと担保した上で成長というものを語るのであれば、成長というものが手段として当然ながら必要になってくるということじゃないかなと、改めて一つ思いました。中野さん、このあたりもし何か成長と、はい、成長なき国家のビジョンを考えるという本もまとめられた経緯、成長っていうか、まあ、佐伯先生がおっしゃった中で精神性ということでいうと、実はレジリエンスの概念をどう研究するかの時に、今日は私はそもそもどういう定義なのか、アンサートニティに対するショック、アンサートニティのショックに対する体制云々観論という議論をしましたけど、実はもう一つの議論はちょっとその佐伯先生がおっしゃった精神的な価値ってことと関係がしていて、要は何が言えるかと、何のためにレジリエンスが必要なんでしたっけっていう、レジリエンスっていうのはもうそのなぜ人間にとって道徳的に必要なんですか。いや、下品な言い方をすれば、その殺人鬼のような生きるに足りないような死刑も宣告されたような人間をですね、その生かすためにあれこれの工夫をすることはいいのか悪いのかみたいな議論っていうのだってあり得るわけで、要は何のためにレジリエンスなのかっていうことを考えないと、例えば豊かさの議論のも同じで、何のための豊かさかとか、何のためにこれやってんだってことを忘れちゃったら馬鹿げたことになるというのと同じで、レジリエンスというのもですね、その極端な例を言えば、そのコンクリで固めて、その中で景観を無視してコンクリで完全に固めて完全に無事だという世界で安穏と生きているということと、あるいはリスクがあったら逃げるということを緊張感を持ちながら生きていく生き方とどっちがいいんだとかですね、いろんな議論と関わってきちゃって、今日はちょっと時間がなかったので、そのレジリエンスと精神性の価値については明示的に言いませんでしたが、私のイメージはこうで、やっぱりレジリエンスっていうのは何か結果じゃない、結果としての価値ではなくてですね、要はレジリエンスというのは不確実な未来に向けてどう行動するかっていう人間の存在そのものに関することで、要は人間っていうのはそういうもんだっていうか、不確実な未来があるのに何も対応しないで行動しないっていうのは、これは精神的に腐った生き方、アホな生き方で、あるいはその不確実性っていうのは全部消せる技術的なものがあるっていう、その佐伯先生が批判されたカント以来のという近代主義っていうのもアホな生き方なんですね。要はいや、そんなものはない、人間には限界がある中で将来不安なんだけど、不安で不透明なんだけど、そこをなんとか精神的な正常を保ちつつ やりくりするためには、今は堤防はこのぐらいの高さが必要であるとか、今は備蓄はこの程度 で遠くにまで行くか、あるいはリスクがあるから飛行機に乗るのをやめるかやめないかとか、まあ、人間ってそういうふうな生き方をするもんだと思うんですよね。そうするとレジリエンスに対応しようっていう人間の精神的な緊張感そのものが大事で、レジリエンスっていうのを無視するっていうのは緊張感を失ったのんべんだれるとした馬鹿げた生き方だというふうに実は私は思ってるんですが、これを言ってだからレジリエンスが必要だとなんかすごく説教臭くなるのでですね、なんかお前ら緊張感を持って生きるよみたいになるのでちょっと言わなかったんですけど、実はそういったイメージが私にはあります。
ありがとうございます。このレジリエンスを考えるときにですね、つまらないことを時々思い出すんですけども、かなりたくましいっていうのになんか近いイメージがあるんです。これ僕が勝手に持ってるだけでどこにも書いたりとかしてないんですよ。で、たくましいってなるとバルダイハムのコマが生まれちゃって万博でもいい、たくましく育ってほしい、今僕そんな感じがレジリエンスという言葉にあったんですけど、この僕の感覚と今中野さんのお話っていうのなんか近いなと。ただまあ学術的には僕はあんまりこれは言わないようにしてたんですけれども、実は人間の生命の生き様そのものになんかこう関わっているところにレジリエンスのがっていうのがこうあって、でこれはまたこれを言うとさらに 哲学的に中野になりすぎるかもしれないんですけど、まあ、ニーチェっていうものが例えばキリスト教のいろんな道徳とかってもうふざけんなみたいなことを言い出した時に、やっぱり彼が力というものが、生命の力というものが大事であって、それがギリシャの悲劇の本質なんだと、それが人間そのものなんだと、ニーチェが言おうとした、それとレジリエンスっていうそのマルダイハム食べてるたくましいやつっていうのもなんか似てるような気がします。まあこれは非常にイメージだけの話で恐縮でございます。でさらにまた経済のお話でですね、非常にストレートなご質問というかご提案いただいてますので、これは成長というものとも関係してきますので、場合によってはそうですねということだけかもしれませんが、読ませていただきますと、今回復興予算を増税するのではなく、国債を日銀が買ってそのお金で復興するのが良いのではないでしょうか、景気対策デフレ対策として、とこれが一つストレートに考えられる方法で、列島強靭化政策をですねやっていくには、これ増税で200兆円でなかなか難しいですから、当然ながらそういう格好で国債をとりわけ建設国債ということになろうかと思うんですけども、これ発行していく必要がある。これはですね実際今日私の話の中では200兆円程度の財政指導であるべきだというところで、そのファイナンシングどういうふうに予算を取ってくるかということについては自分は同じしていなかったんですけれども、やはりその日本列島というものを強靭化するとですね、これいい家を建てるみたいなもので、その家はですね、100年200年ずっと使えるわけですね。これ家を例えば家族が建てるとした時にですね、お父ちゃんが考えるのは、この例えば今年とか来年の収入でご飯とか食べたりとか、なんかちょっと車買ったりとかする残りで家建てようってする人ほとんどいないんですね。普通はその住宅ローン、資産があることは別ですけどね、普通は多くの世帯っていうのは住宅ローンを組んでですね、例えば30年間ずっと生きていくんだったら、その30年間でなんとか償還するというような格好で、考えているということを考えるとですね、建設国債というのは非常にそういうイメージに近いんじゃないかなという点は、これ申し上げておかないといけないなというところの一つであります。でそれとともに現在はデフレーションという状況であって、いわゆる内需が非常に少なくて需要が少なくて、デフレギャップというものがあるので、それを埋めて需要と供給のバランスを取ってですね、価格が下落したり所得が下落することを止めるという意味も実はこの列島強靭化対策の中にはあってですね、そうすることが実はその日本の家を強靭にしていくという意味があると同時に、デフレを止めて成長を導くというこのタイミングによってはそういう意味があるという点について改めてこれは補足しておかないといけないかなと思いまして、こういうご質問いただきましたので、私の方からお話しさせてあげたところでございますけれども、そのあたりもし何か補足、佐々木先生、それで全く、よろしゅうございますですかね。はい、すみません、一つそれを選んでしまいましたと恐れています。それとですね、清野先生にできればということで、今日お時間もの限りもあって十分お話できなかったところじゃないかなと思うんですけれども、新たなイノベーションを取り入れたハード対策というのはこれから必要になるんじゃないかなというお話があったと思うんですけども、そのあたりで何かお考えのこととかございましたらご教えていただければ。なかなか難しい問題で、イノベーションを取り入れたらという話はしても、じゃあ具体的にどういうものですかと言われたらもっと考えるようなことなんですが、まずはその先ほどスライドでもお見せしましたが、今までやったものの継続ではダメだと、とにかくそこに新しいものを入れなくちゃいけないということで、前期の講義の時に一度そういう話をして、学生になんかないかということをやった時にですね、面白いのがいくつか出てきたんですが、一つは沖合に作る防波堤ですか、
であれの例えばハの字型であればそれの角度を変えて、反射波とかいろいろものを考えて黒波と相殺させたらいいんじゃないかとか、まあ、もちろんそれができるかどうかとかですね。それとかですね、あと川を遡上するのが非常に早いと、それをぐるっと一周させてなんで沖合にこのモデルを持ってずっと沿岸まで持って、まあ、サイフォンの原理のような形で高い波が来たならばピュッとこっちから先に出て、でそれでエネルギーを減らせてます。まあ、非常にあの我々ではちょっと考えつかないような柔軟な考え方が出てきちゃうので、まあ非常にびっくりするとこにはやっぱりいろいろ考えてるから、まあ、それは実現可能かどうかは別としても非常に柔軟な考えが出てくる、我々が思いつかないような考えが出てくるということは、まあ、これから先につながるものではないかなという感じがしました。でそれともう一つちょっと話はずれるんですが、私の中では話の中では、その強靭化とかレジリエンスという言葉は全然出てこなかったんですが、やはりその私が思うのは何て言いますか、その正しい知識を取り入れてそれをその正しい知恵として行動すると、やっぱりそれが一番、人間、今日はもう人間被害とか対応島中心でしたが、そういう面から考えるとそれが一番レジリエントな行動ではないかなと。でもちろん知識だけ吸収したってそれが実際に役立つかは分からない、まあ、それをその温めて知恵となって初めて、その人間正しいことに出てくるのではないか。でそう考えますと、よく言われているのがその被害想定を信じるなとかですね、で、揺れたらすぐ逃げろ、何も考えずに逃げろと。でもちろんその知恵のないっていうか変な言い方でしょうけど、まあ、子どもたちはもう教えられた通り知識だけでポンと動きますよね。だからそういう場合ではいいと思うんですけど、やっぱりそれ以外の人にそういうような言い方をして本当にいいんだろうかというようなことを思っています。だから一応できる限りの知識で、先ほどはその物を設計するときには当然想定が必要であって、でそれはまあ過去の最大の揺れとか最大の津波とか、あるいはそれを統計解析して、平均でやることはないと思うんですが、まあ、そういうものを設計すると、そういうようなバックグラウンドとしての知識は当然供与した上 でそれを咀嚼して、まあ、知恵として逃げるなりとどまるなり、まあ、とどまるということはないかもしれません、まあ、そういうような形で行動を取るというのがやっぱり、まあ、人間とか人的被害を考える上では非常にレジリエントな考え方ではないかなというふうに思います。先ほどの発表の中ではちょっとそのことに触れることができませんでしたので、ちょっと補足いたします。はい、ありがとうございます。先ほどの清野先生の話で、これは質問といいますかディスカッションということかもしれないんですけど、例えば私の話で大阪が一番被害想定が一番大きい時に枚方まで行きますよ、川田先生が計算されている、あれを防ぐには我々確か津波の高さ6メートルであるということであって、でそれで被害額が、まあ、きちんと計算したわけではないんですが、まあ、200兆とかそれぐらいいくような被害だと思うんですが、それに比べるとこれ大阪市 の市役所 その公安の方にちょっと、まあ、雑談の中でお聞きしたんですけど、それをもし防ぐために、まあ、堤防を高くするとすると、まあ、6点数メーターの堤防が必要 で全部作るとなると、まあ、地盤対策なんかも含めて、まあ、4兆5兆程度はかかるかもしれないっていう議論があった時にですね、例えば先ほどの中央防災会議の今の議論ではソフトとハードで、一番大きな津波に対してはソフトとハードで対応していきましょうと、でハード対策はちょっと諦めてソフトとハードで逃げるようにしましょうという議論だったと思うんですけど、例えば今一例で申し上げた大阪平野に、例えばこれについてはですね、最大津波高さに対応するのためには30メーターの堤防が必要であるということであれば、少しそういう議論になるかなとは思うんですが、6点数メートル 4,5 兆程度で水没が免れるということであるならば、ここに関してはハード1本と言いますか、その高さに関してはハードでも行ってもいいんじゃないかなというふうに感じたんですよ。そのあたりどんな感じで、あるいはどういう議論が中央防災会議されているような、その経済的ないくらかかるかというのは私は自身がちょっとそこまで考え至ってないんですが、
今度大阪とか関西とか、まあ、四国ですよね、でも出てくるっていうのが分かっているのであれば、で例えばじゃあ今あの東北の方で、今回来た20メートルに対して、お守るような20メートルの電話をやりましょうっていうのであれば、それはやっぱり1000年に1遍とか1000年に1遍ということを考えればまだちょっといいんじゃないかなと思うんですけど、いいっていうのはその作らなくても、ただしこちらの方もその今度東南海南海とかあるいは東海含めて3連動っていうものであれば、ね、それはもう来ると分かっているのであればそこまで踏み込んでもいいんじゃないかなという、個人的にはそういう、どうもありがとうございます。おそらく本当にそうなると最後は判断の四つ葉が難しくなってまいりますから、まあ、確率とか被害額とかを見ながら是々非々で判断するということだと思いますけども、必ずしも最大のものについてはソフトとハードだけで対応しようという対策というのは大きな間違いの可能性があるような気がしますですね。今の議論ですね、あの場合によっては最大被害想定に対して効果があるのならばハードできちんと対応するということも、予算の範囲が十分非現実的なければ可能性を議論すべきなのではないかなというにも改めて感じるところであります。よろしいですかね。そんなで、あとですね、あのこれも重要な指摘じゃないかなと思ったところ、これあの佐伯先生、中野さんからご意見できればお聞きできればと思うんですけど、あのレジリエントな国にするためには地方分権は逆の方向の動きとなるのでなるかのように感じましたと。地方分権と先ほど申し上げたあの分散化ということを、これ地方分権のようにも思いました、あるいは中央集権による分権なのかもしれません。なんかその地方分権というものと国家のレジリエント化というものとの関係というのをどう考えたらいいかというところをどう整理したらいいか、もしご意見ございましたらいただけるとありがたいなと思います。せっかくのご意見と思います。まあ、ご指摘の通りだと思いますね。地域主権とかいう極端なことまで言うどっかの市長がですね、ちょっと台風が来ただけで助けてくれて避難要請をしましたよね。地域主権ならてめえでやれよとなんで誰も言わないのか不思議だったんですけども、まあそういうことですよね。だから結局、いや極端なこと言えば地方分権というのがどういう意味なのかよく分かりませんが、地方をそのもしですね、いやなぜこんなに地方分権ということが言われているのかと思うと、おそらくその地方地域間の格差が大きいとかそういったことだと思って、要はその地方の衰退が激しいってことだと思うんですよね。そうすると地方の衰退を何とかするっていうのにも国家権力っていうのはいりますし、特にこの防災の関係は典型で、今回なんでこれだけ見てもまだ地方分権地域主権って議論があるのかよくわかんないんですが、例えば民主党政権は当初地域主権を進めるために国土交通省の地方整備局といった出先機関を廃止すると言ったんですよ。だけどこれ廃止されてたら今回の東北の地震もそうですが、この前のその和歌山とか奈良の あの水害だってどれだけ地方整備局がフル回転で働いているかと。で彼らでも働きたくたってこれまでの長い間 その権限を話せとかですね、なんか民営化しろとかうんぬんかんぬんでフルに働けてないわけですよ。だけども今フル回転で働いてるわけですね。もっと極端な例は自衛隊ですけども、ちょっと前までその自衛隊についてあんなにネガティブだったって20年ぐらい以上前ですけどね。だけども、まあ、今回これだけ活躍するのみんな認めてると。それと同じように地方整備局がどれだけ活躍したかっていうことをですね、正当に評価すべきなんですけれども、それを正当に評価すると自分たちが言ってた地域主権とか地方分権とかいう議論が崩れるもんだから多分言えないんですよね。そういった議論というのがあると思います。これはそのちょっと話がそれますが、せっかくマイクを握ったのでついでに言っておきますと、やはりその清野先生がおっしゃった話も聞きながらやばいなと思ったのが、これやっぱり地域主権っていう切れ事と同じでですね、ハードとソフトでハードだけではダメだっていう議論に対して清野先生はソフトの議論ってそんな甘いもんじゃないよとおっしゃいました。で確かにハードだけで全部処理できないですけども、この議論は別の角度から言うとですね、ハード必要なハード対策についても財政出動を惜しんでる人たちがいわゆる自己責任原則的な議論を刷り込ませてソフトで対応しなきゃいけないんだ、ハードだけに頼るな、で実際に何かが起きたら死んでもそれはソフトで対応すべきだった、早く逃げるべきだったんだっていう自己責任に押し付けて財政出動を拒もうとしているロジックに非常に結びついてるってことには気をつけた方がよろしくてですね、一見その
それだけ取れば正しいし、その議論としては反論の余地がなさそうな議論にですね、ついいつもこういったその偽善というか自己欺瞞というものに対しては本当に人間というのは無限の能力があるなといつも感心するんですけれどもそういった議論というのがあるんですよね。でちょっともう一つついでに言っておきますと、例えばそのこれはですね、まあ、今日お越しの皆さんに覚えておいていただきたいんですけど、8月24日の朝日新聞にですね、原正誠というその編集委員が、記名入りでその意見を出しています。これはすごくてですね、復興予算についてなんですよ。復興予算というのはその例えば補正だって1兆2兆と合計3兆しか出てないのにもう6ヶ月も経ってるわけですね。これは明らかに過小なんですけれども、恐るべきことにこの原誠という編集が朝日新聞ですよ、リベラルな、なんと土建国家になるの回帰の足音というタイトルでですね、なんとまだ復興について瓦礫の山も何も片付いてないで予算も出てないのに土建国家に戻るっていうことを懸念してるんですよ。すごいですよね。これもものすごくて、しかもですね、この人自分で書いてること分かってるんだろうかってこんなこと書いてるんですよ。要はその、5年間に少なくとも19兆円政府が投ずる必要があるってことについて多すぎるんじゃないかと批判をしてるんですが、この批判の論拠がすごいんですね。読み上げるとこうなんです。津波被災地の人口は約60万人、もともと高齢化と過疎が進んでいた地域が多いと。で一応こう書くわけですよ。過疎が進んで過疎だからと復興を諦めるわけにはいかないがって書いてるんですよね。でこうやって言い訳をしてるんですが、その後がするんですよ。1人当たり3000万円超にもなる復興費の計画が現実的なのかよくよく考えないといけないと。家まで流されて家族を失った人は1人当たり3000万円超のですね復興予算が多すぎるっていうのもおかしいんですが、問題はですよ、1人当たり3000万円って1人当たりで計算した時点で人口の 総数は関係ないんですよ。なんで過疎の話が出てくるんですか。1人当たりで割った時点で過疎か過密かは関係ないんですよ。にもかかわらずここは高齢化と過疎が進んでいる地域が多いって振ってるってことは、これは過疎なところなんか高齢少子高齢化が進んで過疎なところなんか復興するのはお金の無駄だと考えてる、本音で考えてる人間の文章だってことなんですね。ことほど幸いにこの震災っていうのはですね、あちこちにほとんどなんかそのこういう危機が起きたら日本人は目が覚めるんじゃないかなんてよく私もなんかガキの頃から大人たちから聞いてきましたが、危機が起きても日本人がどれだけ残酷な人間かってことを証明してるというですね、ことじゃないのかと思います。はい、どうもありがとうございます。今中野さんのお話を聞きながら同じようなことを言ってる人がいたなと思って今パソコンを見てたんですけども、これはですね、正論ですとか週刊新潮に7月頃よく載ってた人なんですけど、この人は大和総研ですか、の大和総研のチーフエコノミストの原田さんっていう方がおられるんですけども、彼がですね、同じような計算の仕方をするんです。1人当たり人口がどうたらこうたらで、それで復興予算は大体まあ4兆円だと、で倍に見積もっても8兆円だと、すでにもう6兆円出してるからもういらねえだろこんなことがれきの辺は片付いてないんですけどっていうだけで、もうすでにこれは証明終わりなはずなんですけど、これがですね、天下の、まあ、朝日新聞でもそうでしたし、正論でも週刊新潮でもそういうのが出てる、これそういう批判文章を11月号のウィルでふざけるなってちょっと書かせていただいてるんですけれども、こういうなんていうんですかね、まかり通っているんですね。明らかに不合理な論説というのが、それは一個ずつこう潰していくっていうのも非常に面倒くさい仕事ではあるんですけども、これはちゃんとやっておかないと変なことになるなということを改めて感じまして、それとも関係するご質問なんですが、これ本当、まあ、だいぶ時間が迫ってまいります。これ一番大事なものの一つじゃないかなと思うんですけども、まあこれはもう不可能だということでもあるとは思うんですけども、今からこのご質問にちゃんと答えれるかどうかって僕もよくわからないんですが、巨大地震の危機から文明の危機まで国民の危機意識を高めていくためにはどうしたらいいんでしょうか、まあ、こういう問いを考えることということの意味も含めて先生で何かこの困りましたね、方法論的ペシャ方法論の方そうね、僕は全体の見方はね非常にペシミスティックでニヒリスティックなんですけれども、本人は割と気楽で、あんまりそんなに別に言ってるわけじゃないんでね、ちょっとこれは困ったもんですけれども、
まあ、だけど今だけどこれは現実問題としてね、先ほどおじからおっしゃってるように、おじさんがおっしゃってるように、10年あるいは長く見てもらっても20年以内に巨大地震が次から次へとこれ来るんですよね、間違いなく。で下手したら地震、あの火山学者によると、あの富士山の噴火が明日起こっても不思議じゃないというふうに言ってるんです。でやっぱり一番問題が強烈なのは首都圏大地震ですよね。でこれがその直下型でマグニチュード、まあ、8とは言わなくたって7点いくらが来てもこれも本当に大変なことになるんですよね。でそこで間違えて富士山が噴火したらもう本当に終わりです。冗談じゃなくてこの前亡くなってしまったけど小松左京の世界になってしまうんですよね。これだからそういう事態になるまでに我々は何とか何とか言ってるんだけれども、まあ、そういうことが現に起こればこれは国民の危機意識が一定に高まるんじゃないでしょうかね。ただまあそんな気楽なこと言ってる場合ではないんだけども、まあ、しかし高まらなかったら高まらなかったらしょうがないですよ。まあ、それはそんなもんです。だからそれは我々としては、まあ、僕もある程度文章をあちこちに書く機会があるんでね、まあ、そういうことをできるだけ書いてできるだけ発言はしますけれども、まあしかしそれでもどうにもならなかったらそれはまあそういう国民だという以外にないと思いますけど、ね、すいません質問者の皆さん申し訳ないですけど長さんもし何かこの問題について。いやさっき申し上げた通り、私もちょっと別にペシミスティックというんじゃなくて客観的分析として佐々木先生がおっしゃってるような気持ちに近くてですね、だってこれだけの震災が起きて原発事故が起きてこれだけ起きたのに、え、だって復興以前に何を支出するか以前にですね、財源の話をしたんですよ、この国の国民って。もうその時点でいや気の毒だけど終わりですよもう。そうだ、ちょっとね先ほど地方分権の話もちょっと出たんですけど、あ、すいません、あのねやはり結局ね地方分権が無理なのはやっぱり全部金の問題にするからですよ。金で利益の問題だとそれは都市の方が有利な、明らかに有利な。だからそれはみんな都市に集まってくるのは当たり前です、金のことを考えれば。だからまあ田中角栄はその逆でね、今度逆にそれ地方をなんとかしないとダメだって言って彼は頑張ったんです。だけど田中角栄もやっぱり金で解決しようとしたんですよ。これは近代日本がずっとそのことをやってきたわけだから、私はある程度やっぱり地方に金を回さないとこれどうにもならないから、それはそれで結構なんだけども、本当の地方というものを自立させようと思ったらこういうこの 金で運動っていう発想を変えないともうどうにもならないですね。ただまあしかし今回 この十数年間言われてるね地方分権もやっぱり結局はもともとは財政絡みの話だし、で地方分権の話と構造改革やら行政改革が一体になってること自体がもうおかしいんです。こんな話は地方を自立させれば地方で人をちゃんと作って、地方に責任を持てるような人を地方で育てて、地方で子どもを教育して、それでその子どもたちが郷土愛を持ってその地方で文化を育てていかないとダメです。そのサポートはやっぱり国がやるべきですね。だけどそれはもう金を超えた価値を我々が日本人が見つけることができるかどうかっていうところに修練してくるような気がまあ私はしますね。はい、どうもありがとうございます。そろそろお時間の方もちょっと過ぎてしまってございますけれども、木野先生もし何か言いたいなかったこととかございましたら一言私は2004年のインドネシア の津波を2005年から学生を連れてジャワ島とかスマトラ島を回って、その防災運動の小学校とかをその教育に関わっているんですが、今まではやっぱり防災先進国とか災害に対して先進国であるというような自負を持っていたんですが、やはりもう今回3月11日のところでもろくも全て崩れ去ってしまいました。じゃあ向こうに行って何を言ったらいいのか、偉そうに向こうに行って津波でも何でも揺れでも何でも日本は大丈夫だ、インドネシアはこうしなさいというようなことを言ってでもですね、じゃあなんでそういうの日本で2万人も超えるような人が地に行方不明になったのかというふうに説明がつかないということが非常に今自身の観測としてあります。で逆にじゃあ向こうから学ぶことはないのか、すでに6年7年前ですか、同じことがバンダーチで起こっている、じゃあなぜそれを日本が学ばなかったのか。でもちろん復興に関しても僕はすぐ復興庁を立ち上げて4年なりなりで周りなりにも復興を行っている。じゃあその過程で
失敗したこととかうまくいったことっていうのは当然あるはずで、でバンダーチにしても、高さ10メートルの道路をそこに建てましょう、で全部高台に避難、別のところに移転しましょうというような計画はもちろん当初からあったんですけど、結局そんなのはできてない。じゃあそれはなぜなんだというのは全く今の日本にも当てはまるんじゃないかということを思います。ですからまあ先人に学ぶと過去の被害に学ぶというのはもちろん大切ですが、もうちょっとやっぱり世界に目を向けてそちらからいいものをどん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 取り入れていかなきゃいけないと。ありがとうございました。先生もし何か、はい、では時間の方が参りました。最後に先生でございますが一言取りまとめということで、取りまとめさせていただければと思います。今日は京都大学シンポジウム大震災後を考えるというこのシリーズの一つとして強靭な日本列島を構想するというのを京都大学としてシンポジウム議論させていただきました。本当はこの構想するのはですね、そういう日本列島を作り上げるためにですね構想しているわけでありますけども、最後のご質問のこの危機意識を高めてそういうのをきちんとやっていこうということを具体的に考えるとですね、これは客観的な認識として極めてペシミスティックな悲観的な状況にあってですね、先ほどの清山先生のお話もそう改めてそうだなと思ったんですけども、そういうことを学ぶことすら我々5年間、4、5年ですか、こうしてこなかったわけですよね。で、僕実はこの列島強靭化のお話をいろいろ考えたっていつも思うことがございます。要するにこの話というのは真面目に生きるかどうかっていうか、日本人として真面目なのかふざけてるのかというその一点だけじゃないかなという気がするんですね。で、やはり日本人、佐伯先生の話から清山先生の話まで全部含めてですね、いろんな問題があるところ で文明の危機の問題もそうですし、どうもどうやら日本人はふざけすぎてきてたんではないかなということが、今回より一層この強靭化を考えたあたって改めて感じているところであります。で、地震が起きてむちゃむちゃになっていっぱい人が死んで経済がむちゃむちゃになるとここまで科学的に明白なのににもかかわらず何もしない、こんな不真面目なことってあるんでしょうか。でしかもこうやって警告を発し出版をし、いろんなところで先生方が書かれ、場合によってはテレビでもおっしゃったり動画でも配信されたりとかしてるにもかかわらず結局何もならない、ふざけてるんですよね。その一方でこの問題というのは、例えば我々京都大学の人間ではございますが、学生を教えるときにですね、真面目な学生もおればですね、不真面目な学生もいてですね、不真面目な学生に対して一生懸命教えてもですね、うまくいくこともあるんですけど、全然ダメなやつもおるわけですね。実はその問題の構造に、こう申し上げると大学の人間から日本国に対して上から目線のような発言になりますけれども、やっぱり大学というものは知識を提供したりメッセージを発するというのはそういう視点というのが確実に必要なわけでありますから、それと行方とさせていただきながら並行でパラレルに申し上げると、どうしようもない学生がいるかもしれないと。で、そのどうしようもない学生に対して諦めるのか、あるいはもうちょっと先生として頑張るのかというと、このシンポジウムはいやもうちょっと頑張りましょうよという意味でまずは構想から始めたということではないかと思います。これがどうなるか分かりませんけれども、真面目な日本、それを通じて強靭な日本ができることを記念しまして、この構想をするというシンポジウムを終わらせていただきたいと思います。どうもご質問いただいた皆様方、それからのご答えいただいた皆様方、改めて御礼申し上げまして、このシンポジウムを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。